新水前寺駅は、熊本県熊本市中央区白山2丁目にある、九州旅客鉄道法比本線の駅である。本校では、熊本市交通局の新水前寺駅前停留場についても記述する。当駅が設置された理由は、JR 法比本線の水前寺駅と熊本市電、水前寺線の水前寺駅通停留場が500メートルほど離れており、 乗り換えに不便であったためで、熊本県道28号線沿いの高校、大学などの増加による水前寺駅の混雑を解消する目的もあった。現在では、熊本県内で第2位の乗車人員を数え、朝夕は近隣の高校、大学の生徒らによって大変混雑する。当駅の設置以降、熊本市電の水前寺駅通停留場は、 新水前寺駅の乗り換え駅となり、停留場名と実際の機能が一致しなくなっていたため、2011年3月1日に、現停留場名解消された。熊本県は、市電と JR 法日本線とのアクセス性を向上するため、新水前寺駅前停留場と、新水前寺駅を直結させることとした。2008年7月6日に、 旧駅舎の反対側に設置された仮ホーム、仮駅舎へ移行。2010年6月19日には新設された高架橋上の新ホームの共用を開始し、県道28号線をまたぐ、旧線路、撤去は同年8月までに撤去された。2011年4月には新駅舎、新停留場が完成し、新駅舎と新停留場を直接つなぐ。 歩道橋も2011年7月に供用開始された。単式ホーム一面一線を有する高架駅。JR 九州サービスサポートが駅業務を受託する業務委託駅であり、緑の窓口が設置されている。2012年12月1日より守護課が利用可能となったが、当駅に自動改札機の設置は行われず、IC カードの読み取り機のみ設置している。 水前寺駅とは600メートルしか離れていないため、双方の駅ホームから互いの駅ホームが見える。当駅の旧ホームは、駅舎より約10メートル程度高い築堤上に設置されていた。その線路を挟んだ南東側に仮ホームが置かれ、現在は新設された高架橋上の新ホームが使用されている。停留所番号は16。A 系統、B 系統が停車する。 相対式二面二線、両側に柵と屋根がついた旅客専用の安全地帯を持つ停留場。県群町方に横断歩道があり、また唐島町方に浸水前寺駅と直結の歩道橋への階段が設置されている。2018年4月より国府停留場側に折り返し設備が設置された。ここ数年、特に2011年の九州新幹線前線。 開業後は、乗車人員数は、増加傾向にある。近年の JR 九州の1日平均乗車人員は、以下の通り。ここ数年、特に2011年の九州新幹線全線、開業後は、乗車人員数は、増加傾向にある。熊本市電の平洋軌道が通っている、熊本県道28号熊本高森線は、JR 本線の効果と直行する。 宝飛本線は南西から北東に通る直線である。電車通りや宝飛本線の北側で交差する白山通りなどにはオフィスビルや商店が立ち並び、これらの通りを外れると住宅地が多い。新水前寺駅前駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。